で11月になったら食事行きましょうって LINE が来た。あら素敵ね。また帰国するんですか。うん、あのだから六本木のあそこに住んでるんで、ミッドタウン、うん、スーパーリッチだよ。セレブですね。うん言いたいこと言う。 ありがとうございます。ご覧いただいてありがとうございます、はい、いつもありがとうございますよろしくお願いします、はいはい、今日もあれですね、うん、まずはモッチーさんの個性を生かして。え、何ですか。何でもない普通のおすすめ。ああそうですね、うん、はい、今日もさりげないアイテムいきます、はいはい、持ち味を生かしましょう。持ち味なんですか。持ち味だって知らなかったです。いや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 、はい、もうだキャラ濃いからさ、着るもん濃くない濃くない着るもんナチュラルでいいんでね。濃くない濃くない、はい、はい、牛のバッグも取ると、はい、いいですね、その取ってつけたような笑顔嬉しいのかなみたいな。はい、はい、いきます。はい、はい、皆様こんばんは。こんばんは。シマークインスタライブもっチャンネルの時間です。今日もよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。大丈夫。大丈夫。はい、ちょっと腰が痛いのよね。腰っていうとなんかあれなんですけど、うん、お尻か、はい、尾底骨。尾底骨ね、はい、はい、ちょっと尾底骨を痛めまして、はい、ちょっとぎこちないかもしれないんですけど、はい、はい、今日もよろしくお願いします、はい、ちょっと冷や汗かくかもしれませんけど、かもしれない、油汗かくかもしれませんけど、はい、心配なさらないでいただいて大丈夫です。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくです。パチパチパチ。はい、今日も、はい、月目は、うん、まあ、ちょっと割かしこうカジュアルというか、うん、ラフなアイテムをご紹介する日ということになってますので、うんうん、今日はこちらの今日入ったニットからいきます、うん、すごいよねこれ。超ロングセラーで、はい、入るとすぐ売れてる。全く同じデザイン、全く同じロゴ、全く同じ糸のニットなんですが、どうぞ。微妙に、微妙にって明確に、かなり明確に、うん、ちょっとずつデザインを毎年変えている、うん、はい、というのが面白い、はいはい、今回は15センチぐらい着丈がね長くなったんですね。はい、はい、長くなりましたね、はい、で少し広げてます。だいたいこのぐらいの丈が多い、ね、多かったんですけど、このシリーズ、はいはい、もうご存知の方はいらっしゃるかと思います、ね、買ってらっしゃる方もいっぱいいらっしゃると思いますけどね、はい、この非ウールのこの滑らかな、はい、程いい厚みのあるニット、うん、このハイネックも人気です、うん、で下にラインとロゴが入ったこちらのニットなんですけど、うんうん、今年は長め丈で来ました、うん、もう全く別物に見えて、あ、いいじゃないっつったら、なあれ例年のパターンじゃないこれって、開けた途端に、ああそうだそうだ、着丈が全然違ったんだ、はい、で最近こうコンパクトに少し小さくなりかけてる全体の、うん、ファッションですけど、うん、やっぱり これはこれでめっちゃいいね、うん、めっちゃいいですよねっていう感じです。この丈必要だわっていう感じあると思います。だ だわ、はい、本当にだわ。後ろはシンプルな感じになります、はいはい、これはだわよ。これね本当に着心地がとても良くて、はい、うん、まあ、本当この丈は今なかなかないので、うん、ある意味、うん、なんか特別感があると思います、うんうん、いやいや本当にそう思います、はい、で先ほども申し上げたんですけど、うん、非ウール系のニットになりまして、うん、もうトロントロンの気持ちのいいニットになります、うんうんうん、こういったリブがちょっと幅広のリブでアクセントをつけてます。張り抜きにしてるのでね、はい、非常にストレスなく主要なポイントポイント、首、うん、そして袖口、はい、ふわっと切れますね。でこの綺麗に立ち上がるハイネックの感じも、うん、毎年とても人気です、うんうん、ですよね。
でこちらのお色が、うん、オフベージュ、うん、オフベージュにこのブラウンのラインとロゴが入ったタイプになります、うんうん、で履いてるパンツはの迷彩のパンツになります、うん、はい、最近またこの辺のね迷彩注目ですね。不思議とね、なんかこう回るね、回りますね、うん、バッグも迷彩ね、うん、入ってましたけど、カジュアルに迷彩は欠かせない、うん、そうですね、うん、迷彩はやっぱりお店でも人気ですね。そうです、そうです、いつあっても迷彩とこのねダメージ、はい、迷彩とダメージ、カジュアルの王道ですね。そうですね、はい、雰囲気作ります、はい、で人気のこちらのバッグで、うん、はい、それショルダーつけてるの見たことないんだけど、どうなるの？あ、うん、あ、そうか、動くの大変だったね。言ってくれたら私動きます。しかし変わってるよね。尾低骨って普通どうして痛めんのって。めっちゃ痛いんですよ。うん、病院でも不思議がられてなかった？なんか。ああ体育座りですかみたいな感じで、体育座りはい、あこの色この感じでいいじゃない、はい、お感じでこちらのおしゃれ、こんな感じになります、うん、モッチーさん無理しないでください、動かないで、あありがとうございます、優しか、うん、ありがとうございます、もう今日はずっとね、あのからかっちゃいけないんだけどからかってます、痛みを忘れてもらうように。全然忘れないし。そうか、それ性格じゃない。はい、こちらのバッグ、あいいね、はい、うん、ちょうどパンツと合いますよね、うん、こんな感じでこのバッグも大変おすすめです、うん、サバゲーかなんかやってきたんじゃないの。サバイバルゲームですか、うん。なんかそんな感じ、そうそうそう、これで、うん、はい、その中に銃とかさスプレーとか入ってて、はい、それで痛めちゃったんじゃない、ズンってお尻から尻もちついて、結構本格的な感じ、そう、はい、こちらになります、素敵です、はい、はい、ニットのお色違いいきます、うん、このニットマジで例年本当本当にスーパーリーズナブルもあってデザインもねいいからなんだけど、例年あっという間に売れてて、あまた今年もやってるんだみたいな感じで、それでも毎回ねオーダーしてるんですけど、今回この分量感が全く変わったので、うんうん、本当に新鮮、本当ですよね、うん、このとろっとしたニットの編み地の感じと長さがすごく合ってると思います、うんうんうん、そう思います、うん、本当に思います。こちらのイエローにブラウンのライン、はい、なんだろうね、あのデザインそのものは何がってわけじゃないのね、この要するにデザインっていうかこの作り、あとロゴの入り方、はい、まあ、要するにこうなんて言うんだろう、いい感じなのね、そうそうそう、いい感じがこの大きさ感になったことで、さらにあいい感じって、うんうんうん、このニットとしてすごい新鮮になってる、うんうん、それがちょっとおすすめポイントかな。おっしゃ、この色なんか最高じゃん、ね、こちらは、うん、これ何ですか、カーキ、カーキ、カーキ、うん、カーキに黒のもうバチバチかっこいいラインになります、うん、ちょっとそれパカってきて見てもらっていい、はい、それすんごい綺麗そうか、動くのきつかったんだ申し訳ない、はい、とんでもないです、しかし、あ、もうやめたいじるね、やめた、どうしてそんなとこを痛めるかなって不思議だよね、体育座りを1時間ぐらいしてて、そんなんでそうなるんだ、でもパソコンに向かってテレビ、あ、テレビテレビを見てたんだ、あーた、やばいわよ、それが本当に原因かわかんないですけど、うん、あー、これいい、こんな感じになります、素敵、綺麗ですね、うん、よきよき、そのバッグ持ってもなんか全部同じカラーコーディネート、ワントーン、そうで
そうですね。こういうカジュアルのワントーンコーデもこうでもいいですね、皆さん。ね。あら素敵。あらおしゃれさん。かっこいいです。これで迷彩のさハッチングみたいなの被っても面白いよね。ベレー帽。あ、いいね、うん。そんな自分もめでたくなるかも。ねえ、ちょっとカジュアルのこういう感じだと、うん、カジュアルでかわいいって43773ね。 ありがとうございます。いやすごいかわいい、ね、カジュアルもこうやってちゃんと合わせるとほんとかわいいですよね、うんうん、カジュアルのカラーコーディネートワントーンコーデって皆さんどうですか、よくないでしょうか、この感じほぼね全部トーン色合いが合ってるの、うんうんうん、すべ辛くねえ、うん、すごいいい感じねえ、ロングブーツもいいんだわ、おしゃれって、ロングブーツも本当にいいですよね、うん、あこちらは、はい、ブラウンの牛革のロングブーツになります、はい、今集計していろいろね注文もいただいてるんであれなんですけれども、ロングブーツとショートブーツ、それと黒のハイカットのスニーカー、一足もなくなったよ、はいはい、うん、は、まあ、追加でオーダーする予定でおります、少々お待ちください、ブーツの方は黒のみになりますけど、今回もブラウンないの、革がどうなんですかね、あそうか、まあ、特注だったのでちょっと、うん、そうだよね、特注別注だもんね、はい、はいはい、いや、この感じえぐい、普通に可愛い、うん、普通にかっこいい、はい、あら尻の痛さも忘れちゃうぐらいいい感じよマジで痛いね。ね、すごく可愛いですね。あ、ありがとうございます。いやなんかすんげえ可愛い。すっごい可愛いですよね、うん、この感じ。ちょっと皆さん本当にこうカジュアル、本当にスーパーリーズナブルなカジュアルのこういうワントーンコーデ、よかったらねぜひやってほしい。この迷彩のパンツとブラウンのブーツっていうのがまたいいですよね。うん、うん、いいのいいの。昨日は一つ紹介するたんびに値段とか照れたけど。今日は堂々と言えるね、堂々とっていうかなんかこうガンガン、そう紹介しやすいですね、はい、すんげー可愛い、なかなかいないよこういう感じで、そうですよね、うん、あとは、うん、黒にカーキのラインになります、はい、これやっぱりデザインのまとまりがいいのかな、うん、ね、落とし込みが完璧にうまくいってる、なんか見逃せないですよね、はいはい、特にモッチーさんこの色合いもう完璧に丸ごとって感じ、人ね、すごいいい感じがします、はい、はい、いらっしゃると思う、いらっしゃっていただきたい、うんうん、ね、特にこのニットすごいんですよね、はい、こちら例の不思議なメーカーブランドです、高かったりして高くなっちゃってたりして、うんうん、こちらのニットはまだホームページに掲載ができていません、今日入ったばっかりですね、はい、まずニットがフリーサイズ、うん、38サイズ、フリーだね、フリーですね、はい、04ポリエステルナイロンです、はい、こちらが18,990円になります、はい、9,800円ですよね、かける消費税99、あ、99か、99かける消費税、はい、これはすごいです、すごいです、おすすめです、ね、本当気持ちがいいニットなので、うん、もう今からずっと着られます、うん、大きさが全く違うんですけど、去年までは89だったんだっけ、あ、そうでしたね、うん、1万円いかないって言って皆さん驚かれたの、丈が短いタイプですね、そう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 、はい、でこれキュッキュか、いいよね、いいですよ、うん、デニムが14,080円です、はい、迷彩ですね、はい、でバッグが29,000円、はい、ブーツが36,300円です、さあいいね、うん、ヴィンテージですね、はい、ヴィンテージの感じです、はい、その迷彩のちょっとだけ上げてもらっていい、ニット、うん、そのいい感じですね、この迷彩パンツにこのヴィンテージのバッグ、ね、この感じかわいい、はい、アーミーみたいなね感じの色合いですけど、うん、それを女性が履く、女性が着るからよりアーミーなね、ちょっとこう荒々しい感じの柄も女らしくキュートになりますね、うん、本当ですよね、はい、すごいコーディネートが整います、うん、そうです、よきよきです、ベイリーよきよき、うん、はい、はい、おすすめです、はい、なんかいい感じだよ、まるでセンスがいい人みたい、あ、うん、悪くない、今日は病んでるからね、ちょっと、うん、ストレートに褒めておきます、 ありがとうございます、はい、
じゃあ次いきます。はい、でも自然に培われたその取ってつけたような笑顔って大事だね。板さんもなんかその笑顔がうまく消してる。なんか深みのある女性をイメージさせるじゃん。あまりないと思うけど。全然ないけど。そう、皆さんからは望月さんって真相なイメージね。ないと思うけど。うん、それはそう言えるけど。よいしょ、よいしょ。でも今回そのニット傑作だよね。うん、本当に皆さん何でもないんですけど、これバランスが非常に整ったいいニットだと思います。ロゴの置き方、あの色の出し方、分量の取り方、あと針抜きの編み地を襟元、首元とカフスと裾に作ってる、その相対的な収まりがでしょ、びっくり価格って。あ、よかったです。よかったです。本当にびっくりしてもらえます、これ。出来がいいんです。いつもの言い方になりますけど。出来が良くなかったら意味がないです。で、今確定、今日入ったばっかりですからね、前職。間違いなく、ゲットしていただける状態ですので、よかったら、あ、そうか、まだホームページ乗っかってないって言ったっけ。はい、明日は乗っかれないか。明日は乗っけられると思います。あ、本当、人いでないけど大丈夫。あ、大丈夫。あ、そうか、女王がいるんだ明日。 あ、明日金曜、金曜日か。はい、大丈夫です。おお、来たね。それもかっこよか。それはもうほぼなくなりかけ。あ、本当ですか。追加を入れたらね、メーカーさんが現状何もなくて、無理くりな客中って、要するにお客様から のオーダーで商品がどうしても足りなくて必要な場合は無理でんくださいということです。はい、これかなり人気あるね。これはエグいんですけど普通に着れる、うん、そうですね。月曜日にご紹介させていただきました、はいはい、白のこの、はい、すごいです、綺麗です、ね、開いたニット、はい、これ今日は黒を着てみました、はい、早速ちょっと出てしまってるお色とか、うんうん、結構色分けしてきておりますが、はい、これは売れてます。はい、おすすめです。すでに、うん、めっちゃいいよね。めっちゃいい、かっこいいです、うん、大人のなんかこう弾け具合というか、はい、ね、本当、はい、本当そう思います。うわお、いい。いいですよね。感じです。先ほど1号店でこれ試着いただいてるお客様がいらっしゃったけど、めっちゃ良かった。かっこいいですよね。うん、本当に良かった、ね。カジュアル好きの方も、うん、エレガント好きの方にも、はい、どちらの、うん、タイプの方にもとっても合わせがいいニットになってると思います。はい、今年もやってはいるんですが、去年マレーラでほとんどこれと同じアゼの、はい、ね、白プリントの、ニットをやってたんですけどね、遜色ないですね。そうですね、これマレーラって聞かれちゃうぐらい、聞かれる、はい、うん、非常にこれ綺麗ですよ。で、さっきのお客様に、さっきってこっちに見えてた、これいいけどどこに着てったらいいのっていうか、いつものようにね、近くのコンビニとか庭の草むすりとか炊事洗濯、これ着てやしてくださいよ、ちょっとめくるだけとか言ってたスルーされた。はい、はい、ちょっと2号店今グレーがもう出てしまっているので、はい、ね、こちらの2色なんですけど、はい、黒地にゴールドの白のものと、うん、ベージュにゴールドの白のもの、うんうん、このタイプでね、アゼってアゼのローゲージって、個人的にパッションは綿が好きなんですけど、はい、綿100でこのローゲージのアゼでやるとダダ伸びしちゃうの、うんうん、2、3回来たらもう悲しくなって戻らない、成長しちゃうんですね、はい、なのでこちらの、アクリルベースの、これ確かアクリルでしたっけ、
アクリルナイロンかな。アクリル100。アクリル100ね。あのアクリル100でやってるので、まず伸びない、成長しないんですね、袖も着丈も。それとアクリルベースで作ってることの良さは、この白のプリントが綺麗に乗っかる、うんうん、色の出方とこういう加工した場合のあのプリント、非常に綺麗に乗っかるんですね、アクリルの素材は、うんうん、なので違う意味では安心して気楽に長く着ていただける一着です、うんうん。綿のあぜは本当におしゃれなんだけどね、ここがね、こうしてるでしょ、だらーって このぐらい伸びるし、着丈もこのぐらい伸びてる。それで失敗したことがある方もいらっしゃると思います。私自身も何枚かメンズで買ってダメにしてますが、うん、こちらはそういう意味で全く心配ありません。ちょっとかっこいいよねこれ。これからね、年末とかにかけていろんなお出かけとか多い時期になっていくと思いますし、はいはいはい、あのこういうのもあってもいいかなと思います、うん、これカジュアルに合わせてるじゃない、シマークオリジナルの前後スリットのスカートなんかで合わせてもらっても、かっこいい、うん、ちょっとお友達と一杯やりに行くんでも気分、うん、かっこいい、かっこいい、そう、もうすぐね、黒上がりますしね、そうです、そうです、テンション上がりますよ、はい、はい、とてもいいと思います、うん、はい。で、こちらが、うん、フリーサイズで14,300円になります、はい、これもね、びっくり価格です、うん、本当に出来がいいです、うん、すごいです、これですね、はい、本当におすすめです、はい、よし、じゃあ次いきます。昨日はこれをね、気に入ってくれた人がね、えらいべらぼな価格のニットを気に入られて、そっちにしてこれをやめられたけどね、ただかなりおしゃれなうるさい方、真っ先にこれは目に行くみたい、はい、はい、インナーは用意してる？は、はい、今日はあの単品で、ニットの紹介と今の迷彩のパンツ、デニムの迷彩を、基本的にスタートで紹介しておりますが、この後は非常に全く雰囲気変わるんですけど、どうでしょう、あのお店に入店いただく方、皆さんこれはかわいいとか、まだ動いてはいないんですけど、一様に反応が高いです。あの変形のキルティング、ブランドロゴをキルティングかけて文字を打ち込んでます、キルティングにね。ただ全体のデザインイメージがこれは全てですので、まあ、ぜひこの後ご覧ください。モッチーさんに似合うといいねそういう可愛い感じっていうか、女性らしい感じのあまり見ないから、似合うといいね、うん、ちょっと心配。キャラ的にはクマじゃん。そうですね、うん、うちのスタッフで言うとね、はい、さあどこまででもそれおそらく似合うとは思う。さあおっかなびっくりです。ああ、そうなんだ、そうなんだって俺もいたっけね。あ、いや、日曜日は恵みますね。あ、そうかそうか、さんとやって、あ、そうか、ごめん、一切見てなかった。火、水、木、早い。もう女神祭り終わって3日目だ。うん、まだ疲れが取れないってやっぱり年齢的なものでしょうか昨日から今日にかけてがなんかこう疲労感マックス、当日はなんかもう死んだ死んだって毎日思ってたけど、はい、次の日起きるとそんなでもないのね。昨日から今日の朝が一番きついよく言ったもんだよね。それもきついですね、うん、
ベストは？うん、うんうん、その辺でいいんじゃない？白雪姫のように白で合わせたのね。あれ？ああ、違う違う、そのシリーズがいいかなと思って、他の色でも良かった気はする。あ、でもキレキレガーン、ガーン、体引きずってますねはい、あの痛々しく見ないでください。すいません単にそう尾低骨皆さん想像つかないよね、尾低骨って。尾低骨、うん、そうそうはやんないですもんね、うんうん、あ、でも可愛い。はい、こちらです、うんうんうん、ちょっとなんかここに欲しいかな。今日だって朝来たら病院行っていいですかってどうしたのって、尾低骨がって、お腹が痛いとか頭が痛いじゃないのね、熱があるとか、尾低骨が痛くて変わってんな、多いと思いました。あ、でもひびは入ってなかったんで。いやいや、おかしいでしょあ、うん、そのぐらいの感じで、はい、はい、こんな感じになります、うんうん、はい、この間もうん、ご覧いただきましたけれども、うんうん、このキルティングのベストとスカートの組み合わせが本当に、うん、かわいいね、はい、本当にキュートでかわいいので、うん、再度の ご案内になります、はいはい、ここ今回は、フルーティーフルッタ の、うん、オフホワイトの、うん、ハイネックの、カットソーに合わせました、うん、ウール100のカットソーになります、うん、これがまたね、重宝、ウルトラ重宝、ね、重宝しますね、はい、これ本当に、はい、もうこの感じで白と合わせても素材感が全然違うので、うん、だんだん慣れてきた。あ、大丈夫ですか、白の、うん、よかった。いやいや、このシルエットに慣れてきた。モッチーさんがこのシルエットって普通ありえないじゃない。でもスカート本当綺麗ね、うん、綺麗なの、綺麗なの。ここが、ここにタックを入れているので、はい、ぷくっとした素材なんですけど、うん、ここの脇が膨らまないようになっているんですね、うんね、うんうん、それはもうポイント、うん、それが本当に形を綺麗に見せます ね、綺麗にパターンメイクされてますね、はい、こんな感じになります、はい、そしてこちらのシリーズには、うんうん、実はジャケットもあります、はい、それがまた可愛いクソよ。これがこちらになります、はい、キルティングの長袖にこうボアがついております、はい、うん、かわゆう、かわいいですよね、うん、女の人はきっと女の人を自分で感じていただけると思う、こういう服はね、うん、かわいいと思う。重ねる？重ねなくてもいいと思う。あ、まあ、うん、すいません、うん、すっきりからいきましょうよ、はい、で重ねてもいいのかなって感じ。それはでもそのジャケットの上からでも着れちゃうんじゃない？まあ、どっちでも。あ、ベストですね、うん、そうですね。このね、ジャケットがまた可愛いよ。軽く羽織れる感じですし、はい、です、中綿入っているので、はい、保温性もありますし、はい、すごい可愛いです。そう、シマークのラインナップの中ではちょっとこうライトな感じで着る服ですけどね。こんな感じになります、うん、いい人に見える、いい子に見える服ですね。ですよね、はい、素敵な方が着るとそのまま素敵なんですけど、う、うん、いやいや、私が着るとね、君もそのままいいと思いますわよ。こんな感じで、これはこれでとってもバランスよく、うん、お召しいただける感じになっていると思います、うんうん、ね、こんな感じです、うん、すごい普通なんだけど、その普通さがまた可愛いのかもしれない。いや、普通だ、普通とはいえこんな普通、うん、こんなないし、失礼しました、なかなかないと思います、はい、ファスナーを上げるとこんな感じになります、うん、ね、そのタブがまたね、はい、ポイントになってます、開きますよね、はい、こんな感じにやります、はい、あったかいです、やっぱり、うん、そりゃそうだ、音声がしっかりあるので、はい、うん、かわいい、
でさっきのベストと重ねられるかどうか試しに来てみますか。やってみたいと思います。はい、重ねられなかったですよね。それはないですね。それ重ねられちゃったらもう単純に防寒になるね。めっちゃ暖かいと思います。うん、基本的にはそのベストとスカートの組み合わせが可愛い、うん、とてもね、バランスがいい。あ、いいいい、あ、良い良い、こんな感じ。えらい良いなります。普通に着れますね。うん、あ、全然、あ、いい、むしろあった方がいいね。ね、なんか、うん、重ねた方がゴージャス。うん、着方がちょっと楽しくなるかなって。ちょっとモードになるね、はい、普通の感じの上品な感じのさ、可愛いセットアップが。そうですね、うん、こうやってくると、あ、ちょっと君らしくなってきたじゃん。あ、モードな女。あ、そうですか。はい、そう、悪くない。うんでしょう、はい、うん、ちょっとお薬代わり。お薬代わり、ありがとうございます、はい、こんな感じで中にこう染めて、うん、黒と白2色着てもらう予定で黒を持ってきたんだけどね、1号店から。白はなんで先に来たの？え、なんで先に来たか。うん、単純にそこに白があったからとか言わないでよ。あ、でもこの間も私白を着たんですよ。あ、本当？いや、一般的にだけど、最初に例えば目についたものっていうのがやっぱりその人にとってのインスピレーションなのか、気に入り加減っていうのがこう上位になるから、はいはいはい、君黒より白だったのかなってちょっと不思議だったの、はい、なんとなくこれに関しては白をおすすめでして。なるほどね、はい、いつもだったら黒を着るんですけど、うんうん、なんかこれ白がおすすめなんですよ、うん、そうなのね、深いね。全然そう思ってないじゃないですか。じゃあ黒も着てみましょうよ、なんか言ってるぐらいの感じで、うんうん、はい、じゃあ黒も着てみます、うん、その白い無垢な感じのイメージが私にはちょっとこう遠いのね。そばゆい。そうそう、なんか嫌な感じ。嫌な感じ。なんかそう、なんでお前黒着、白着てるんだみたいな話ですよね。っていうことは君、あの白無垢ってきっと似合わない人だよね。ごめん、そうか、お母様聞いてたら怒りそうだけど。そうね、うん、いや、なんか白じゃないんだよ君。すいません。すいません。いやいや、きっと皆さんもそう思ってらっしゃるよ。望月さんはやっぱりブラックよね。でもなんかこのあったかみのある白ってこの時期いいじゃないですか。あ、そうきたか、うん、そっち寄りに振りたいのね。そう、はい、中は、中はあります。あ、中ってあれ、黒、うん、黒ね、オール黒ね、今度はね、ニュージーランドね、はい、何が入るか分かってもいないで入って言わない。ラグビーです。あ、失礼しました。すごい、すごいです。いやー、でもね、ここです、ここだけでしか言えませんけど、もっちりは白じゃないですよね。え、あ、なんでもない、なんでもない。出てきた瞬間、あ、落ち着くって感じで出てきそうじゃん。でも服としてはその白いいよね。白いいですよね。うん、絶対いいよ。しかも、洗濯機でも洗えます。あ、洗えます。はい、そういう意味では白いいと思いますが、もっこさんは白はちょっと跳ねますね。角を隠しきれないね。少々お待ちください。ただいま着替えております。いつもありがとうございます。少々お待ちください。今着替え中です。
そういえば今日あの自由が丘店にね何名の方かあの行っていただいてありがとうございました。昨日の、6点セットをね3点プラス足元ブーツまでまとめてセットでお買い上げいただいたお客様とかわざわざのご来店ありがとうございました。今後ともぜひぜひ欠かさず覗いていただければと思います。ブーツでいいでしょうか。あ、大丈夫でしょう。君黒だったらどういう形でも似合うと思うよ。あ、もうそのチラッと見えただけでもいい感じだもん。あ、良い良い。そして特筆すべきはそのニットね。ですね。うん、ちょっと皆さん注目くださいね。インしちゃっていいですか。うん、インでいいと思います。どっちでもいい。でもベルトは必要だね、その場合。サッシュベルトにしましょう、黒。ないの？キュッキュッて。え、巻き巻きのサッシュないの？はい。うん。あ、うん、それでいいじゃない？最近というか最近瞬く間にサッシュ系がなくなってる。あ、ベルトね。ベルト、はい、出てますね。うん、よく売れてます、うん、特にあのこうなんだっけバックル付きのサッシュ、はい、あれは今日いちご店もう完全になくなりましたよ、うん、あとなんかベルトがよく出ますね、うん、で昨日か、あ、今日かベルトだけウィンドウにディスプレイしてるせいもあるんだけど、そのサッシュベルトだけさって買っていって帰られた方もいらっしゃるみたいで、いよいよまたベルトが来ましたね。何年ぐらい前だっけこれやり始めた。5、6年前、もうちょい前かな。すごかったじゃない。それでね何十本って毎回オーダーするようになって。あ、素敵。お、いいじゃない。いけてますか。あ、はい、いけてます。ちょっと鏡見てもいいですか。はい、はい、大丈夫です。やっぱり皆さん今年はまた声を大にしています。ベルト使い絶対ポイントですよ。まあ、雑誌系もまたねちらほら増えてきたけど、こういう本革のサッシュベルト、ひっくるめ、ルーズベルト、いろいろ島枠オリジナルでやっておりますので、ぜひこれはもうぜひ1本お買い上げくださいというような提案をさせてください。牛革締まります。これがポリエステルとかポリウレタンだと締まらない。かわいい、締まらないというのはベルトが止まらないです。パカーンと浮いちゃいますからね、はいはい、やっぱりねベルト、サッシュは特に革でないとダメ、うんうん、1000円とか1500円ぐらいで、まあ、売ってるようなポリウレタンとかのサッシュベルト、なんちゃってじゃないんですけど、サッシュベルトっていう意味では一緒なんだけど、締まりません。ここが浮く、ここが浮く、うん、はいと思います、はい、そう、このニット大丈夫ですか。あ、うん、全然平気です。巻き込んでもいいね、ベルト巻き込む、はい、いつものようにね、はい、うん、ちょっと巻き込んでみましょう、せっかくだから。エレガントかっこよくしましょう。うん、おー、いいです、はい、いいですね。はい、らしいじゃないですか、腹黒女のブラック。あ、違った、失礼、ちょっと、はい、ちょっと、はい、失礼しました。なんてこと言うんですか。あ、そうかそうか、ひどい、はい、対中島関係がね、はい、それで否定してくださいよ全員否定してください。はいはいはい、はい、簡単すぎる、うん、素敵。はい、こちらが黒のキルティングになります、うん、はい。でトップスはこちらもこの間ご案内したんですけど、この、うん、あのパフスリーブの、はい、フライガールのニットです、はい、それともう一つあるよ。あ、そうだ、うん、
袖が、ジョーゼットの同じデザインで、パッションさんの個人的なスーパーおすすめです、このニット。今モッコが着てるこちらもそう、同じデザインなんですけど、こちらはお袖をシフォンジョーゼットを使ってます。こちら透ける感じ、もうちょっと、もう一段エレガントにしてますね。こちらは今日入荷いたしまして、はい、スーパーいいです。素敵ですよね、はい、めっちゃいいですよ。でここのニットは同じく、はい、ラメが入っております、はい、そうですね、こちらもラメが入ってます。いいね、これね、いいですよね。うん、本当にこれいいですよ。このね、シフォンの方もすごいかっこいいと思います、はいはい、ニットでほとんどブラウスのシルエットを作ってて、身頃がね、やはりニットであるからフィットした感じで、サイズはありますか？サイズは、こちらはこれしか多分なくて、はい、M になります、はいはい、M です、うん、ひとみさんバストが大きくていらっしゃるから、バストはどう？ピタッとはすると思います、うん、でも全然ストレスないと思いますよ。こちらはリブ編みなのでね、全くこれに関してはバストを潰れるような感じもないし、お袖はかなり広めに取ってて、ドルマンではないんですがセットインなんですけれども、袖付けをかなりゆったり取ってますので、バストで少し前に身頃が持っていかれても袖が引っ張られるとかそういう心配は一切ないですので、サイズはこちらで全然大丈夫と思います。でこちらのニットバージョンの方は、はい、あとひとみさん今回いろんなこう少しミニっぽい感じのフリアスカートみたいな感じとかも買っていただいてるから、あの辺のスカートに合わせてもこのニットは非常にいいと思います。マックピーのタイトスカートにもバッチリ、あ、かっこいいですね、はいはい。でこちらは、このベージュカラーが入荷しました、うん、はい、良いね。ベージュにゴールドのラメ、金ラメ、はい、金ラメになります、はい、これはねいいですよ。ちょっと傑作です。傑作ですよね、はい、傑作、本当に傑作、本当にそう思います。ちょっと私キャラじゃないんだけど、うん、似合う方はもう絶品似合う。昨日ほら T さん見えたから、はい、もうスーパー良かったもん。ああ、かなり S さんも良かった、ね、そう、しかも、うん、はいそう、言ってください、明日明後日、はい、まだガオカの方は売り場に出してないと思います、うん、言ってください、ことけに、はい、これ絶対いいですよ、うん、特にひとみさんは黒私が言うのもなんだけど、買っていただいてるスカート、去年 EB のほらボックス系の台形のロングスカート、ひだでこう大きく畳んだ、はい、あの辺のスカートも買っていただいてるから、はい、バッチリです、はい、合わせやすいので、うん、とてもいいと思います、うん、です、グッドです、はい、いやこれでも本当にいいよね、本当にいいですよね、うん、でベストを着ます、うん、いや言われたのがフライガードは本当Tシャツブランドぐらいに思ってたけど最近出来がめっちゃいいわよねって、そんな話でちょっと盛り上がってた。いや本当クオリティがとても上がってますよね、うん、あ、かわいい子ちゃんです。こんな感じになります、はい、この場合はちょっとネックレスとか若干入れたいですわ ね、 そ う、 ですね。うわー、やっぱりブラックはあなたよく似合う。ありがとうございます。ブラックは白はいまいちだったけど、白はあれ、うん、でもこのフィルティング白いいじゃないですか。ライブの時間引っ張るのちょっときつかった白着ちゃいましたけどね、うん、月曜日、うん、あ、本当、うわ、皆さんきつかったよでもノーコメントですよ、ね、あ、だよね、黒いいもん素敵よ。黒はもちろんなんですけど、このキルティング白も本当おすすめですよ、うんうん、いやいや、もう絶対基本キルティングは白がいいよ、うん、ね、うん、ただ着る人のイメージでだいぶ左右されるから、うん、あ、いいじゃない、はい、あ、良い良い感じになります、うん、ああ、いい、いい、ニットいいね、ニットいいですよね、うん、お袖がニットいいねって、本番はこちらのね、はい、で、ブランドロゴをちょっと皆さん見てください、こうキルティングで、うん、
浮き上がらしてますね。ピッチョビアンコですね。はいはい、いやーなんかおしゃれだね。おしゃれですよね。うん、かっこいいです。スカートにポッケはついてますか？ついてません。ついてません。はい。ベストもついてません。え、ついてない？ついてます。ついてます。ついてますすごい堂々と言っちゃいましたけど、いやいやいや、ついてますね、皆さんこういういい加減なんです。失礼しました。ついてました。あれめっちゃ可愛い。ちょっと待って、スカート探しちゃう、うん、ついてそうな気がする。いやでもスカートはついてない、うん、ついてません。はいはい、分かった、はい、失礼しました。いやめっちゃめっちゃ可愛い、ね、めっちゃおしゃれ、めっちゃ可愛いですよね、うん、このでこちらもジャケットがあります。うん、いやめちゃリンコかわきかリンコ。ね、うん。このスカートのシルエット本当に綺麗です。はい、いやトータルバッチリだよ。バッチリですよね。うん、これであとはベレー帽かハットない？ハット。ハットあります。あの女優さんになっちゃうわよ。あ、はい。うん。おお変身するね。怖いね。怖い怖いよ女の人。ジャケットにすると可愛い感じになる。うん、うんうん、こんな感じになりまして、はい、おしゃれっぽさモード感はベスト、うん、ボレロベストの方が襟がただ白のボアになります、ね。うんうん、これはこれで、うん、あの本当普段着にかなり羽織れやすい感じがします、うん、はい、女優の普段着ね。女優の普段着いいと思います。よかよか。じゃあ女優さんになってみましょう。なれるかな。なっちゃった。あ、やっぱりいいね。今年も帽子は皆さん嫌じゃない方はぜひ遊びでかぶってほしいです。やっぱりちょっと違うよね、帽子があるとほらちょっと違いますよね、うん、雰囲気がね。皆さん一人一人が女優さんです。自分の人生をね女優してらっしゃると思いますから、それぞれ女優っていうのはね日常がね、はい、はい、あらかわいいね、かっこいいです。いい感じ、うん、バッグは？バッグは、はい、あ、ごめんなさい、ケツいたのにだんだん下品な言い方になってきた。言わないでください、うん、わざと言ったんだけど。やめてください、はい、尾てい骨痛いのにそうやって言われるのもなんか嫌でしょ。うん、あ、かわいい。大丈夫ですか？うんうん、いやいやもう全然。ちょっとキルティングなので、うん、フラットな、うん、あの表面のバッグにしました、うん、着方の時期によるんだけどね。やっぱり今の中のニットがもうめちゃくちゃキュートじゃない、おしゃれじゃない。だからそのニットをひっくるめて全体をちょっとこう演出したいなってなると、そのベストがベイリーベストだね、うん、あ、今おしゃれですか？いえいえ真面目に言ってます。もうねこのスカートにこのニットだけでえぐい可愛さ、女らしさ、おしゃれ。あ、もうそれ完璧だね。かっこいいですよね。ちょっとベストちょっとまともに着てくんない？10センチずれてる。はいはい。いやー、そうそう、やっぱりこの袖のこうプワンとしたさ、ベルスリーブっていうかここのポワント感と袖の袖山、はい、肩のところのそのね、そうですね、そうラインがベストにまた行きますよね。生きるの、生きるの、とても生きるのです。とてもおすすめです。はい、いや、おしゃれ、おしゃれですよね。かなり決まってるよ。そして着やすいんですよね、うん、とても。はい、そしてそして洗濯機で洗います。はい、全部ポリエステル100になりますそしてかなり高そう。あ、そうですよね、うん、こんなのセット、これは高見えするですよね、可愛、うんうん、い、この、あのちょっと短丈のこのベストは本当あの、はい、ワイドパンツとかと合わせてもすっごい可愛いので、うんうん、あとワンピースとか、うん、あの、で、あの前にもこういうのありましたけど、ここがすごい開いているの で、うん、ね、コートの上からも、はい、あの着ていただける、うん、そういう感じのベストになっております。非常に良いね。非常に良いですね、うん、モードです。はい、
一般的には白がこれはあのデザインが生きてると思いますけれども、かっこいい感じがお好きな方は黒、やはり女らしい、あの少しいい意味で親近感のある、自分の気持ちが優しくなれて、うん、おしゃれな感じは白、うん、そんな感じで、ま、個々の個性に性格によりますね、うん、色が白と黒で全く違う雰囲気になります。おすすめです。おすすめです。はい、じゃあお値段いきます、うん、いやしかしいいねこれ、いいですね、うん、全てによってそのニットがね、さらに良さを生かしてくれてる、うん、これニットはお早めにです。はい、本当に本当に、こちらのニット26,400円になります。はい、はい、26,400円、本当にフライガール、出来が良くなってきました、この 2年特に。でこちらの、ベストですね、うん、あとこのスカートがなんかいい感じだよね。そう、すごいこのスカート、うん、形がちょっとね、あの腰とかお尻が若干大きくて、うん、履くものに困ってるっていう方にはスーパーおすすめです、うん、本当ここが綺麗に立体的に細くなるように作られてるので、はいはい、本当におすすめです、はい、こちらのベストフリーサイズになります、うんうん、23,980円です。かなりお手頃よね、はい、安心するよね、この辺のお値段紹介すると。昨日は小時言いながら照れると10万いくらとかね、はい、ニットとかに、そう、こちらが、全部ポリエステルです、はい、フリーサイズ29,480円です。ほっとする。でこのスカート、こちらのスカート、うん、こちらウエストがゴムになっていて、はい、後ろファスナーになります、はい、これは早そうね、このスカート単独で。でも個人的には単独で買わないで、どっちかで合わせてほしい、うんうんうん、本当おすすめです、ね、あのモコモコしないので、うん、上から何かこう羽織物もできますので、うん、フリーサイズで26,180円になります、はいはい、素敵、うん、とても美帝国と痛めてる女性に見えませんはい、痛たたって美帝国だからね、すごいよね、痛たたって半端じゃないよね、誰も誰からも聞いたことのない症状だからね、尾てい骨が痛いんです、はい、皆様お気をつけください、はい、じゃあそのような感じで、はい、今日のライブは以上になります、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。次回は土曜日8時半から、うん、はい、みんなでライブになります、はい、そうですね、今回は間に合うといいね、オリジナルの追加生産の白と黒、ね、はい、スカートですね、はい、カーゴスカート、はい、はいはい、じゃあ今日もご覧いただきましてありがとうございました、うん、はい、ありがとうございました。いきます、はい、This is the fashion。 ありがとうございました。はい。なんかとってもいい、かっこいいですね、うん、かっこいい、本当におしゃれです、着やすいし、うん、いやとにかく着心地いいです。このニット特にさ、個人的にめっちゃおすすめ、はい、あ、そうですね、はい、ありがとうございます。このキルティングのセットアップそれぞれにメインで紹介していながら、はい、一緒にこう着てほしいね、うん、このニット本当おすすめです、うん。